なデザイン、考え抜かれた機能性、圧倒的なクオリティ。今回はグローブメイドの魅力を余すところなくお伝えしたいと思います。こんにちは、達夫です。この度はご視聴いただきましてありがとうございます。グローブメイドとはアメリカのオレゴン州のポートランドに拠点を置くデスク関連のアクセサリーやワークスペースに関するアイテムを作っているハンドクラフトメーカーになります。過去に私の動画の中でもこのグローブメイドのデスクマットについてご紹介させていただいたことがありますが、デスクパッドはもちろんラップトップ用のスタンドやシェルフなどウッド系の素材を生かしたアイテムが豊富に取り揃えられています。そしてなんとこのグローブメイドの創業者は日本人です。海外のおしゃれデスク御用達の製品に日本人の魂が込められていると思うと非常に嬉しくなってしまいます。今回はグローブメイドの中でも特に人気のアクセサリーであるデスクシェルフ、シェルフトレー、デスクマット、そしてラップトップライザーについてご紹介させていただきます。それではどうぞ。まずはラップトップライザーについて。ラップトップライザーはノート PC を置くためのアイテムになります。通常ノート PC を使う際にはデスクに置いているとどうしても前かがみになってしまい、肩が凝ったり腰を痛めたりする原因になりますが、このラップトップライザーによってモニターの位置を目線に合わせ姿勢を正しく保つことができるようになり、疲労を軽減することができます。このラップトップライザーは単体で使用することもできますし、外部モニターと組み合わせてデュアルモニター環境を作ることもできます。それでは外観を見ていきましょう。高さは約22センチ、幅が約 25.4センチ、奥行きが約25センチになります。素材の展開はウォールナットとメイプルの2種類になっています。今回はナチュラルな雰囲気のメイプル素材になります。メイプルの合板が美しい積層になっていて、表面は植物由来のオイルで仕上げられています。手作業で一つ一つ丁寧に作られているので非常に質感が高いです。背面にはコードが垂れ下がらないようなケーブルマネジメント用の穴が開いています。そしてノート PC を置く場所にはハイクオリティなドイツ製のメリノウールが使われていて、 PC の底に傷がつかないようになっています。このメリノウール触っていて非常に心地いいです。ラップトップライザーの底には滑り止め用のコルクが設置されています。丁寧な仕事ですね。実際にノート PC を置いてみるとこんな感じになります。置いているのは14インチの MacBook になります。この切り込み部分がかなり丁寧に作られていて、スムーズに PC を開くことができます。次はグローブメイドの中でも最も人気のあるデスクシェルフについてご紹介します。デスクシェルフの役割は一般的にはデスクの収納場所を増やす便利アイテムなのですが、選ぶシェルフによってはかなりダサく見えてしまう危険があり、意外と選ぶのが難しいアイテムでもあります。便利だけど見た目がいまいち、それが今までのシェルフの常識でした。しかしグローブメイドのデスクシェルフはデザイン性と機能性両方を兼ね備えたハイクオリティなシェルフに仕上がっており、ダサくなるどころかシェルフがあることによってデスク全体の質感を上げることができます。天板の素材は9種類、作りたいデスクの雰囲気に合わせて選ぶことができます。今回のシェルフのサイズはラージになります。ラージサイズの場合は横幅が約117センチ、奥行きは約23センチとなります。シェルフは2段構成になっていて、上段の幅が約 4.1センチ、下段の幅が約 5.1 センチになります。今回のこちらの素材はソリッドオークになります。足についてはコルク素材になっています。ちなみにこのコルクはブラックに塗装されていますが、使われているのは日本の墨汁だそうです。あまりコルクを黒く染めているというのは見たことはないのですが、見た目の質感もかなりいいです。中段の棚の素材についてはアルミ素材になっているため、かなり丈夫なので多少重いものを捨てもたわんだりすることはなさそうです。またシェルフの背面についてはスリットが設けられているので、テーブルの配線が必要なガジェットを入れることもできます。次はシェルフと組み合わせて使うのに最適なデスクトレイについてです。素材はアルミとコルクの組み合わせになっています。トレイの底面全体にコルクが貼られているので、シェルフ本体やデスクの上に置いたとしても傷つけることはありません。中はコルクで加工されたいくつかのスペースに分かれており、ペンや必要な文房具類を入れることができます。トレイをシェルフに入れてみるとこんな感じです。どうでしょう。シンプルなので機能的、とても美しいというふうに思います。そして最後にご紹介するのがデスクマットです。グローブメイドのデスクマットは素材が複数あり、ウールフェルト、革などから選択することができます。おすすめはウールフェルトデスクパッドです。グローブメイドの商品で何がおすすめですかという質問を受けることが多いのですが、デスク沼の入門編として、このデスクマットはグローブメイドの商品の中では比較的リーズナブルでとてもおすすめです。このチャンネルでも何回かご紹介させていただいてますが、まさに殿堂入りのデスクアイテムになっています。素材はドイツ製の高級メリノウールが使われており、触った時の質感、見た目のクオリティは文句のつけようがありません。マットの端には革製のタグもついており、ワンポイントになっています。マウスなどのポインティングデバイスも問題なく動作します。サイズ展開は全部で5種類あり、こちらは M サイズになります。
M サイズまでであれば先ほどの L サイズのシェルフと組み合わせることによってこのデスクパッドをそのままスライドさせることでキーボードマウスをシェルフ下に瞬時に滑り込ませることができ簡単に作業領域を確保することができます。つまりシェルフトレイデスクパッドの組み合わせによって何かアイデアを考えたいときは瞬時にデスクの作業領域を確保、必要な筆記用具をシェルフトレイから取り出す、そしてアイデアを書き出すという思考整理の一連の動作がスムーズにできるように動線が考え抜かれているのが素晴らしいと感じました。ただしマウスのサイズによってはシェルフ下に入らない場合があります。私が愛用する MXL や MX マスター3では入りませんでした。その場合は一旦マウスだけ避ける必要があります。最後に購入方法について簡単にご案内差し上げます。グローブメイドは2023年1月現在国内に代理店がありませんので基本的には海外から輸入するしか方法がありません。と言っても普通のネットショッピングと購入方法に大きな違いはありません。まずは概要欄にあるリンクからグローブメイドへのサイトにアクセスいただき欲しい商品をカートに入れます。次に案内に従ってメールアドレスや住所を入力していきます。英語での住所入力方法がわからないという方は私のブログにて入力方法の詳細を掲載しています。概要欄にこちらもリンクを貼っておきますのでぜひご覧いただければと思います。あとは支払い方法についてはクレジットカードを選択して終了になります。なお金額にはよりますが海外から輸入する場合には商品価格と輸送費に加えて関税がかかる場合があります。購入金額にもよりますが今回ご紹介した4点セットを購入した場合は約3000円ぐらいになります。配送業者によっては商品配達時に支払う必要がありますのでご注意願います。何か不明点がございましたらコメント欄にてご質問いただければ回答したいと思いますのでよろしくお願いいたします。今回はグローブメイドを代表する4つの商品とそれらを使ったデスクセットアップについてご紹介させていただきました。ちなみにお気づきかと思いますがグローブメイドの商品はデスクアイテムとして金額がかなり高価な部類に入ります。ただその金額に見合ったクオリティには仕上がっていますのでデスク周りをワンランクアップさせたい、こだわったデスクセットアップにしたいという方には選択肢の一つとしてぜひ取り入れていただければと思います。ご質問等ございましたらご気軽にコメント欄までお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。